さてみんな、夕食は堪能してもらえただろうか。うん、私たちは思い切り堪能したんだけどさ、龍介はどうなの？え？お、俺はもちろん思いっきり堪能したぞ。そうかな。だって一度もおかわりに立たなかったじゃない。そうだったのか。それは気がつかなかったぞ。ふぅ、もういいや。ごめん、話を先に進めてちょうだい。おお、それでだ。今日はこれから神社の境内をお借りして肝試し大会を開催する。え？やっぱマジでやんのかよ。尾形先輩、やっぱり肝試しって子供っぽかったですか？あ、いや、そんなことはないけどさ。ん？なんだ尾形、気乗りしてないみたいだな。気乗りしないっていうよりも、なんていうか、ほら、なん。中止にはできんぞ。実はもう準備もすっかり終わっていて、俺たちが来るのを待ってるんだ。え？待ってるって、誰が待ってるんだよ。あ、いや、それは、とにかくだ。集合は現地に8時。全員参加だから、絶対に来るようにな。待てよ、龍介。思わせぶりに逃げていくなよな。なんだ、君か。ん？あ、いや、君は女の子から積極的に言い寄られたことってあるかい？そうか。女の子の間では滝口の次ぐらいによく話題になっていたのにな。白石君並みの鈍さだね。もっとも、気づいていたら君も滝口みたいになっていたかもしれないが。そんなこと。いや、その…モテる男は辛いよ。でも、これで僕が田舎の女性にも魅力的に見えるってことが証明されたよ。いいさ、君に判断してもらおうとは思わない。余計なお世話だよ。じゃあ僕は先にペンションに帰るからね。やっとここまで
まだ爪が甘いかな。あと一押しってとこね。みゆき、ファイト。待っててね、スムさん。いやー、恥ずかしい。でもやらなきゃ。ちょっと怖いけど、頑張らなくちゃね。こんなチャンス、一生に一度あるかどうかだもん。進むさんなら慣れてなさそうだから、ちゃんと責任取ってくれるよね。ううん、取らせるもん。既成事実でゴーゴー。あたしって悪い子かな。でも実行あるのみ。えいえいおあれ？どうしたの？そんな暗い顔してさ。さっきって、ああ、瑞穂と陽介のこと？あれは、もう気にしないことにしたんだ。実はさ、妙に勘ぐるのも嫌だったし、瑞穂に直接聞いてみたの。まあそんなとこ。そうしたら、約束したから内緒だって話してくれなかったんだ。瑞穂ってあれですんごく頑固なとこあるから、一度内緒って決めたら雷が鳴っても内緒なんだよね。さあ、これは特別って言って教えてくれたんだけどさ、瑞穂は陽介から相談事されてただけだってさ。うん、ってことは多分私についてのことだと思うんだ。だってそれしか考えられないじゃない。ねえ君、さっきからなんでそんな否定的なことばっかり言うの？もうちょっと自分に都合よく考えて明るく振る舞えないかな。なんて言われても、これくらい物事をいい方に考えておかないと辛くてやりきれないじゃない。だからさ、君も私を見習って人生を楽に生きたまえよ。言いなさいよ。
ああ、はいはい。相変わらず大げさなやつ。おーい！二人とも！どうしたの、静か？血相変えて。なんか今、女の悲鳴とか聞こえなかったか？女の悲鳴って、あ、それ私だ。今さ、こいつのことからかっててさ。なんだ、アユの声だったのか。驚かせないでくれよな。え？まったく、おかげで一瞬横隔膜の動かし方忘れちゃって、呼吸困難になっちまったじゃないか。あ、ごめん。もういいよ。それよりお前たち、こんなところで道草食ってると龍介に叱られるぞ。ねえ、横隔膜の動かし方忘れるのって流行ってんの？静かってさ、意外にこういうのって苦手なのかな？まあいっか。とにかく時間過ぎちゃったみたいだから、早く中に入ろうよ。話は後々。じゃあ、私は先に行っちゃうからね。なんだか怖いわ。でも、白石くんのあの大きな体で急に出てこられたら。どうした？やっぱり肝試しなんて子供っぽくて嫌だったか？俺も佐伯に言ったんだ。みんなもう肝試しなんかで楽しめる年じゃないってさ。そうかな。それならいいんだけどな。幽霊や妖怪なんかより女子と二人きりになる方がよっぽど怖いよ。ねえねえ、ここってすごく暗いよね。肝試しには絶好のロケーションって気がするね。私ね、肝試しとか台風の来る寸前とか、そういう雰囲気がとっても好きなんだ。そうかな、普通だと思うけど。君は苦手なんだ、こういうの。まあまあ、いいってことよ。みどりちゃんはなんも気にしないから。
それじゃ、全員揃ったところで、肝試し大会のルール説明をするぞ。ルールって、なんだそれ。なんか特別なことでもあんのかよ。まあ、取り立てて特別ってわけでもないんだが。じゃあ、佐伯、説明してくれ。大会委員長の佐伯かな子です。これから皆さんに、当肝試し大会のルールを説明いたします。いよ、かな子ちゃん、かわいいよ。まず、皆さんには、男の方と女の方に分かれて、くじを引いて、ペアを作っていただきます。かー、かな子ちゃん、最高に気が利いてるね。でも、私が参加しちゃったので、男子5人に女子6人になっちゃいましたから、男の方で1番を引いた方は、女の方で2番を引いた方と、もう一度回っていただきます。本当にごめんなさい。いいっていいって。なんだったらかな子ちゃん、俺が一緒に回ってあげるよ。陽介、あんたちょっとうるさすぎ。なんだって？ねえ、あんた、お願いだから私と同じ番号引かないでよね。そのセリフのしつけて返してやるぜ。こら、そこ、大概にしとけよ。だってさ。ふん。よろしいでしょうか。それじゃあ、続けますね。それで、ペアになったら番号の順番で、この先にある社に向かっていただきます。ここの祠ってさ、結構遠かったんじゃないか？そんなでもありません。だけどその道中は雰囲気バッチリですから、結構楽しめると思います。そうか。そりゃあよかった。それで、社に着いたら、龍介先輩の持っているようなコインを探して、一枚だけ持って帰ってきてください。以上です。じゃあ、みんなくじを引いてくれ。男子は俺で、女子は佐伯のを引くんだぞ。よーし。じゃあみんなで一斉に番号を見るぞ。せーの。一枚引いたでしゅ。これで誠ちゃんと一緒に回れる確率が高くなったでしゅよ。ちっ、俺は三番かよ、がっくし。げえ、冗談でしょ。なんであんたが私と同じ番号引くのよ。マジかよ、おい。ったく。この世には神も仏もいないのかよ。げ、2番？ということは私、藤尾と一緒なの？そうか。俺は佐伯と一緒か。
僕は4番だったけど、小早川さんは何番でしたか？私は6番。じゃあ、僕は若林さんとかな。え？私は1番だよ。ということは、もしや。なんだよ。9時なんだから仕方がないだろ。よろしくお願いね。それじゃあ、行きましょう。守ってね。すごい数の灯籠ね。祠ってこの終点にあるのかしら。そこにコインが置いてあるのよね。そういえば豊島園のミステリーツアーの目標もコインだったわよね。ねえ、ねえ、どうしちゃったの？やましいこと？ぼーっとしてるみたいだけど、大丈夫？それにしても、この灯籠、いつ終わりが来るのかしら。どうしよう。二人だけで閉じ込められちゃったら。え？そんなことないけど。私、ちょっと待ったー！遠藤くん？小早川さん、危ないところだったね。僕が来たからには、もう大丈夫。危ないところって、そんな。ここから先は、僕がエスコートするから。何って、見てわからないのかい？小早川さんをエスコートしに駆けつけたに決まってるだろう。
尾形さんはどうしたの？尾形？そうね、気がついたらどっかに消えてしまっていたよ。それに僕はもともとああいうタイプとは相入れないからね。遠藤くん、後ろに白いものが。裏めしや。ひょっとして今のお化けは。でもあんまり迫力なかったわね。セリフも棒読みだったし。それじゃあ行きましょう。こんなペースだと朝になっちゃう。もう少し長い方が良かったな。ううん、なんでもない。さあ、コインを取って戻りましょう。湖に行かない？うん、いいかしら。よかった、OK してもらえて。それじゃあ、バーベキューが終わったら遊歩道前で待ち合わせしましょう。なんだ、お前たちずいぶん早かったな。龍介先輩、もう全員終わりました。そうか、佐伯、ご苦労さん。はい、先輩もご苦労様でした。さてと、じゃあこれで解散だな。佐伯、一緒に戻るか。はい、それじゃあ先輩、お先に失礼します。さすがに眠いな。